はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、目の見えない白鳥さんとアートを見に行くです。いやー、面白かったです。まあ、タイトル自体も、え目が見えない人と美術館に行くってどういうことしかも、触れる展示とか、耳で聞く展示とかじゃなく、本当にただ単に絵とかを見るの。えどういうことと、興味をそそりますし、いや、それ以上に、 読んだ人に新たな価値観を与えてくれるという意味ですごくいい本でした。さて、この本。ノンフィクション作家の川内さんが、まあ、ひょんなことから、全盲の白鳥さんと知り合い、彼と一緒に美術館巡りをすることとなり、まあ、その時の、ね、経験を記したエッセイとなります。まあ、実際、全盲の白鳥さんがどう作品を鑑賞するのかというと、ずばり、同行者の説明や 感想をを聞いたり質問を知ったりり質問すするです犬を抱いている女の人の絵でなんか犬の後頭部をやたらと見ています。雰囲気はどんな感じ絵はどんな形をしている湖が描かれている絵であれこれ湖かと思ったら原っぱですね。黄色い点々がありますし。へえ面白いね。こうやって 同行者の言葉を聞いたり雰囲気を感じ取ることで全盲の白鳥さんは作品を鑑賞する、まあ、同行者の人も白鳥さんに説明することで新しい気づきを得たりして作品への鑑賞の度合いを深めていく白鳥さんと美術館に行くと楽しいと同行者の人たちは口を揃えて言います、まあ、白鳥さんと美術館に行くことはまさにウィンウィンなわけですさて我々ってついつい 人のやっていることに口を出しがちですそれってこうやった方がうまくいくよとかこうやった方が効率がいいよとかこうやらなきゃ損だよとかまあ、やるらにはそれを100%やらないとダメだよねみたいな風潮ですもちろんね仕事においては大事な考え方かもしれませんがまあ、こと仕事以外においては別に100%やらなきゃいけないってことはないと思います まあ子供には子供の楽しみ方があるし、大人には大人の楽しみ方がある。障害者の方には障害者の方の楽しみ方がある。まあ、もっと言えば、それは子供とか大人とか障害者とかのラベルに関係なく、100人いれば100通りの楽しみ方があるわけです。別にその楽しみ方が旗から見て100点である必要なんて欠片もない。まあ、読んだ人自身が自分ももっといろんなことをやっていいんだな。 挑戦してもいいんだな、楽しんでもいいんだな、と思えるようになる一冊。目の見えない白鳥さんと、アートを見に行く読んでいいただければとと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ